ユーロビジョンソングコンテスト 2013S マレージェポバは、マケドニア共和国出身のロマの歌手、ソングライター、慈善活動家である。1956年に歌手となって以来、夫のステボ・テオドシエフスキと共に30カ国で、9000を超えるコンサートをこなしてきた。43人の子供の里親となったことを、はじめ数多くの慈善活動を展開し、評価を受けてきた。 自身による作品は500を超え、108のシングル、20のアルバム、6本の映像作品を制作した。1943年8月8日、ブルガリア王国のスコピエに生まれた。ロマの家族のもとに生まれ、6人の兄弟姉妹の内科か,から2番目であった。エスマレ・ジェポバの父は200人婦、歌手、ドラマー、サーカス、ストロングマン。 靴磨きなど様々な職業を経験した。両親は6人の兄弟はいずれも小学校を卒業しているとしている。エスマの兄の一人が彼女をロマ音楽の団体に紹介し、その一員として彼女はすぐにロマ音楽の複雑なリズムを身につけた。エスマと兄は共には学校の民族株のグループに加わっている。1957年14歳の頃、 ラジオスコピエの児童向け音楽コンテストに彼女、個人として招待された。コンテストでは、他の57校の代表団を破って1位となり、9000ユーゴスラビアディナールの賞金を得たほか、後に夫となるステボ・テオドシエフスキと出会うなど、レジェポバの人生の大きな転換点となった。その後両親の許しを得て彼女は、テオドシエフスキのガス相談と共に各地をツアーすることとなった。 この時、一着のドレスと一着のチョチェクの衣装が入ったケース一つで旅立ったと伝えられている。エスマ・レジェポバは、その後長期にわたって、バルカン半島一円で、高い知名度を保つ。2002年には、マケドニアの国民的歌手、トシェ・プロエスキとの共演曲、マギジャを収録指導曲は、プロエスキのアルバム、アコメ・ポゲルドンズ・ VOC に収録された。 レジェポバの代表曲の一つ、ケイジ・スカー・リージャが2006年の映画、ボラット・エコー・ナル・国家カ・ザフスタンのためのアメリカ文化学習に使用されたことについて、彼女は自身の許可なく楽曲が使用されたと主張した。こちャにオルケスタルのナート・ベリオフと共に、映画の制作者を相手通り80万ユーロの賠償金を求める訴訟を起こした。後にレジェポバの感知しないところで、 彼女のプロダクションチームが映画制作陣に許可を出していたことが明らかになり、裁判では2万6千ユーロの賠償金で決着が図られた。2006年の映画、ジプシー・キャラバンでは、アメリカ合衆国をツアーする5つのロマ、音楽家グループの一として彼女が取り上げられた。ルイムーシェ監督の2008年の映画、ローミニー・ソウルは、ロマ語学者のマルセル・クルチアードと共に、 インドウッタルプラデーシュ州のカナウジにて、ロマの原理を探る旅のガイドとして、エスマを起用した。2012年12月28日、マケドニアラジオテレビジョンは、ブラトコロザのスキと共に、エスマ・レジェポバが、2013年5月に、スウェーデンの丸目で開催される、ユーロビジョンソングコンテスト2013の、マケドニア共和国代表となることを発表した。レジェポバは、 民主同盟の一員であった。民主同盟の回答後は、保守政党である内部マケドニア革命組織、マケドニア国家統一民主党に入党する。2009年のスコピエ市議会選挙に当選し市議となる。ありがとうございます。